てててて。スーパーマリオキノコで変身のスーパーマリオよし。タイト、これもタイトさん出て。タイトさんやっぱり硬いプラスチックで攻めてますな。なんかこういうのこれをここの上に乗せると光る。これが光る。こっち光らないで、アンバランスだからこういうのがあるのさ。ヒッヒッヒッホホ乗せてみましょう。乗せてみましょう。ちゃんと穴が開いてて、ここにも突起物使うかな。これちょびだけ幅が合わない時があるんだよね。まあうれよしお前よしお前なんだよ全然合わない合わない。あ、入った。さて光るかどうかは乗せて。おお、なんかお近づくとこれ見て、すげえ光る。お光るんだ。お面白いね。でもこれどうするのって感じだけど、これずっとつけておくとか、いやそんなことできないだろうこういうの、あっと危ねえ、ね、これなんかあの磁石みたいな感じ、こうひ近づけるとまあ光るんだけど、こうひっつく、あつくところとつかないところがあるので、ほいっ危ねえあ、まあ、こっちこっち側ちょっとこうか、こうだ、こうで、まあ置いとくという代物でございます。はい、ピッスーパーマリオヨッシーのライトね、使用方法書いてあります。ちゃんと読んで、対象年齢13歳以上って書いてあるけど、まあそれぐらいかな。こういう感じです。たっこうやっておいて、おう光るよっつって、落ちるよっつってこれバランスよく取らないと。よしーくん、斉藤さん、ちょっともうちょっとソフビかなんかに力入れてほしいなと私は思うのですが、どうでしょうもう一ついかが、お一ついかが。トイズキング、こういったプライズものも評価取りいたしておりますよ。無料配信キット、無料買えば無料買い取り訪問、あれなんだっけ買取訪問、あれ違うわ、出張買取、出張買取だ無料出張買取いたしております。 YouTube 登録お願いいたします。お願いいたします。 Twitter と Facebook もちゃんとございますので、YouTube の下の方にね、アドレスちゃんとつけておきますので、そこクリックしてお友達登録のしてください。そうすると助かります。あたいも助かります。トイズキングもしますみんな助かる。一応口コミでここいいよっていう感じで流してくださいこういったもののお買い求めはヤーフオクでお願いいたします。そのアドレスもちゃんと載せておきますので、ご安心を。ね、よいしょ君には光るリングはあげないよ。よし、舌をしまいなさい。しまえないけどね。それでは今日はこの辺で、また会う日まで、さようなら。ロマーリオ、ロマーリオ、ヨシは
喋りません、多分。よし、おもちゃの王様、おもちゃの